お伺いいたします。釣れた場所はどこだったでしょうか。パセの区民会館の園庭上ですか。あ、仕掛けの方は。メタルの004だそうです。針とか針は 7.5 号の 4本以下だそうです。竿は1本だそうです。釣れた時間帯はどうですか。朝の8時ぐらいだそうです。では坂口さん、まず場所をお伺いします。そこの下の淵だそうです。わかりますか。はい、高山橋の下やな。はい、仕掛けはサクロン05です。仕掛けはサクロン05だそうです。台湾のサクロン05でやりました。スイッチビート、はい、針はどうですか。針は最初は小さく4本以下ですが、大きいのかかってから、7、3の3本以下です。最初は小さくて、後から大きいのがかかってから7班の3本以下だそうです。時間帯は大体忘れましたけど10時半頃だそうです。サオは島のジェンドルパワーですだそうです。じゃあ安藤さん、はい、じゃあ優勝の安藤さんです、はい、横川の支流の下です。もう網の入ったところ、はい、網の入ったところの支流のハイランアラセをやってたかかります。網の入ったところで網の入らない荒瀬でかかったそうです。一発でかかったそうです。仕掛けはメタルの015だそうです。針は7班の3本怒りと8号の3本怒り。竿は古いメガトルクの早瀬ですだそうです。何か他に聞きたいようなことはございませんか。優勝者に。もう最初から狙ってかけたそうです。小さい声で言っておりました。後ろで言えたよ。飛ばれるビーグは何かって。今優勝、準優勝、3位の方には来年の年間とそれから生育調査の権利を授与いたしましたので、来年の生育調査にはぜひ参加をお願いをしたいと思います。多分場所は島田橋の上下でやると思いますので、一つよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。ご苦労さんでございました。